その生配信に葉山が生配信をする理由はやっぱりその時間帯にさこう起きてる人がいたら嬉しくなるじゃん。自分が例えば疲れてお家に帰ってきた時にさもうやだなって思いながらさこうご飯を食べたりする時にさなんかその時間帯にその配信者の誰かがやってたらさあーこの時間にやってるんだみたいなそれを見ながらなんかご飯食べるとなんか気が休むというか逆にこう自分がお仕事してる時とかにさねお昼休みとかの間とかまあお仕事の移動中とかもさ好きな配信者さんが配信してるとあえまだやってるんだみたいな帰ったらまだやってるかなみたいな楽しみだなみたいなさなんかそういうワクワク感もあるからなんかそういうのがいいなと思った葉山もなんか好きなだけやってるってとこあるんだよね配信を何時から何時までやるっていうのがあんまないの好きなだけやるっていうのはそこがあってまあテレビとして見るテレビ番組の一つとして見るっていう感覚の人も多分いると思うんだけどほんとそうじゃなくてなんかラジオじゃないけど葉山はなんかちょっとラジオ感覚うん本当にそれでいいかなって思って配信聞かなくて無音でも見たりしてるからさ帰り道この自分の帰り道の時間に配信してくれてるんだみたいなさ帰り道もなんか楽しくなるんだよねお家帰るまでなんか一緒みたいななんかその感覚がすごい好きでリアルタイムのその後の生配信っていうのがすごい好きになったからなんかそういう感じで捉えてもらったらいいかなって感じ